落ち着いてきたんだ。だからたまにはあなたとゆっくりお話ししたいなって。ショップエリアにいるから会いに来てくれたら嬉しいな。それじゃまたね。私が聞こえちゃって、もしかしてあなたたちがガーディアンですか？うん、そうだけど、あなたは？私はアスナ。今日始めたばかりのビギナーなの。実はログインしたらチュートリアルもなく、いきなりここに放り出されてしまって。ビギナーチュートリアルって？やっぱりそうよね。この世界に来てから何人か声をかけてみたんだけど、みんなあなたたちと同じような反応だったの。その時に困ったことがあればガーディアンに相談するといいって言われて、あなたたちを探していたの。困ってる人はできるだけ助けてあげたいけど。うん、そうだよね。私たちで力になれることならお手伝いするよ。ありがとう。改めまして、私はアスナ。まといだよ。この人は。二人ともよろしくね。それと彼はキリト君。私と一緒に今日この世界に来たばかりなの。キリトだ、よろしくな。早速だけど、二人はこのゲームを始めて長いのか？ゲーム？ああ、この世界について教えてくれないか？ここはどこで、どういう場所なのか？ここはオラクル船団の一つ、アークスシップの中で、私たちは惑星調査隊アークスの一員だけど、こんな説明で合ってるのかな？うん、そうだよね。けど、どうしてそんな当たり前のことを？なるほどな。ありがとう、二人とも。俺たちはもう少しこの世界を見て回ってみるよ。またわからないことがあったら声をかけるから、いろいろと教えてもらえると助かる。うん、それはもちろんいいんだけど。さあ行こう、アスナ。キリト君？でも、そうだね。二人とも、いろいろと教えてくれてありがとう。それじゃあ。うん、またね。行っちゃった。なんだか、不思議な人たちだったね。そうですね。あのお二人はおそらく、アークスではありません。
シエラちゃん、え、アークスじゃないってどういうこと？はい、あのお二人はどうやら PSO2 を介して地球から来られたようです。 PSO2 って確かひすみちゃんたちのいる地球で流行ってるゲームだっけ？はい、マザーがこちらの世界にアクセスするために作られたゲーム、それが PSO2 です。以前は素質があれば誰でもこちらの世界に来ることができましたが、現在は制限がかかっていて関係者以外アクセスできないはずなんですけど。じゃあ、あの二人も関係者？いえ、アースガイドのエンガさんからもそういった連絡は受けていません。でも、気になりますね。私はエンガさんと連絡を取って調査してみます。お二人は彼らが危ない目に遭わないように一緒にいてあげてください。こちらの世界をゲームと認識していたようですし、何があるか分かりませんから。うん、そうだね。任務みたいになっちゃったけど頑張ろうね。あれ、そういえばシエラちゃん突然通信してきたけど、どうして状況を知ってたの？それはもちろん、ガーディアンのお二人が仲良くお出かけするなんて知った以上気になって覗いてたの？もうシエラちゃん、それではあとはお任せしました。失礼します。キリト君、マトイさんたちは NPC ではないよね？ああ、だけど彼らはプレイヤーっていうわけでもないし、この世界がゲームだとも思ってない。ここが現実世界だと思って生きているんだろう。うん、私もそう思った。それに私たちのこの姿、 ALO からコンバートしたのになぜか SAO の時の装備になってる。ただのゲームじゃないな。あ、そうだ、ログアウト。メニュー表示があるからログアウトはできるみたいだね。はあ、ひとまず危険はなさそうだな。いろいろ気になることはあるけど、せっかくコンバートまでしてきたんだし、とりあえずこの世界を調べてみよう。うん、そうね。まずはここでの戦いに慣れないとな。何から手をつけるべきだろう。私もさっきから見かける人の装備や衣装がすごく気になってて。そうだ、さっきのマトイさんに服とかどこで買ったらいいか聞いてみようかな。やあ、こんにちは。じゃあな。じゃあな。しばらくの間よろしくな。
じゃあな。こんにちは。さようなら。もう。こんにちは。らっしゃい。うわー、すごい。
こんにちは。どうした？はあ。
面白いことを思いついたんだ。ちょっと聞いてくれないか。クラス提唱者の話を聞いて俺なりに考えてみたんだけど、彼らの話はどの世界にも通用する、いわば戦士としての心得だった。つまりは俺がこれまで培ってきた経験はここでの戦いにも大いに活かせるんじゃないかって感じてな。前に俺たちがいたところでは強敵との戦いなんかじゃ連携攻撃が戦いの肝になってたんだ。ここでもそれが有効な戦術になるか検証してみたいんだ。だから二人に俺たちの連携で勝てるか試してみたい。肩を貸すつもりで俺たちと勝負してくれないか。ただいま、キリト君。ただいま。どうかしたの？おかえり。ちょうどよかった。俺とアスナ、マトイたち二人で勝負しないかって話をしてたんだ。私もやってみたい、アスナとの真剣勝負。けど直接戦うのはちょっと危険だから、2対2でどっちが多くの敵を倒せたかでどうかな。ああ、それでいいと思う。なんだか面白そうね。やるからには手を抜かないよ。お互い頑張ろうね、アスナ。マトイも本気みたいね。キリト君、負けられないね。ああ、決まりだな。覚悟してくれよ、ガーディアン。あと2匹だったのに。いや、2人ともさすがだな。
でもスイッチはしっかり使えたし、得るものも多かったかも。まとい、ありがとう。ありがとう、アスナ。途中何度も負けるかと思ったよ。キリトさんとアスナ、息ぴったり。そうね、ずっと隣で一緒に戦ってきたからね。そうなんだ、二人はとっても仲良しなんだね。ああ、苦楽を共にした仲間だからな。あなたたちも素敵なカップルじゃない。え、カップルって、私たちまだそんな関係じゃねえ。デリケートな話題だし、後でゆっくり話そうね。これは余計なおせっかいだったわ。マトイ、頑張ってね。アスナまで茶化して。私たちはパートナーなの。もう恥ずかしいよ。とにかく今回の勝負は俺たちの負けだ。ちゃんと報酬を渡さないとな。はあ、嬉しいな。なんだろう。まあ、俺たちが習得している技っていうのかな。それを二人に教えたいんだ。え？どういうこと？フォトアーツとか？ああ、説明しづらいんだが、演武みたいなものだと思ってほしい。そうだね、試してみたんだけど、動きは再現できても敵にはダメージはなかったから。よくわからないけど、二人が教えてくれるっていうなら頑張って覚えてみる。ああ、見ててくれ。さあ、バーストストリーム。マザーズロザリオ。俺のソードスキル、スターバーストストリームとアスナのマザーズロザリオだ。二人ならきっと動きを再現できると思う。私のマザーズロザリオはとても大事な思い出が詰まっているの。あなたたちなら大切にしてくれるよね。ありがとう、アスナ。大切に、本当に大切にするよ。二人にはいろいろ世話になった。だから話しておきたいことがある。以前にも話したけど、俺たちはこのオラクルとは全く違う世界から来たんだ。どうやって来たのかとかは詳しくは話せないんだけど、ごめんね。ううん、オラクルとは違う世界があるってこと私たちも知ってるから大丈夫だよ。そうか、二人にも同じような経験があるんだな。俺も過去にいくつかの世界に行ったことがある。今はもっぱら ALO って世界にいるんだけど、ただ最近いろいろな世界で二刀流を試してみたいと考えるようになったんだ。そうすることで自分が剣士として成長できるんじゃないかと思ってね。どうしてそう思ったの？話すと長くなるから簡潔に言うと、そう考えさせるような実体験がここ最近立て続けに起こったんだ。キリト君で、いろいろな VRMMO、 いや異世界の二刀流を調べていたら、このオラクルに行き着いてさ。なんだか妙に気になって、
思い切ってこの世界に来ることにしたんだ。最初それをキリト君から聞いた時はびっくりしたよ。けどなんだか楽しそうだから私も一緒についてきちゃった。最初は少しこの世界を巡って会わなかったらすぐに元の世界に戻るつもりだったんだ。だからアスナが一緒についてくるって言った時は反対したんだけど。けどついてきてよかったでしょ。ああ、アスナのおかげで二人とも知り合えたし、二人にこの世界の良さを教えてもらった。忙しいのに俺たちに付き合っていろいろと教えてくれて感謝してる。二人とも本当にありがとうね。けどそろそろ元の世界へ戻るつもりなんだ。待ってる人たちもいるからね。待ちくたびれてるかも。そうなんだ。また遊びに来てくれる？当然。今度は仲間と一緒に遊びに来るからね。まといをみんなに紹介したいから。うん、待ってるよ。じゃあな、二人とも。オラクル、最高だったぜ。また近いうちにな。またね。いろいろ、わからなかったこともあったけど、とってもいい人たちでよかったね。早く、また会えるといいな。失礼します、シエラです。って、あのお二人はもう帰ってしまわれたんですね。お疲れ様でした。例の調査結果をご報告しますので環境まで来てください。お休み中なのに急な依頼にご対応いただいてありがとうございました。ううん、キリト君やアスナとお友達になれてすっごく楽しかった。そうだよね。そうそう、そのお二人ですが、まずアースガイドのエンガさんと連絡を取ったところ、地球からオラクルへのアクセス記録は見当たらなかったとのことでした。また彼らが口にしていた ALO という名前のゲームも地球には実在しないそうです。え、そんなはず。もしかして本当に異世界から来た人たち？別の世界から来たっていうのは私たちに気を使って言ってくれたんだと思ったんだけど。そうですね、おそらく半分正解で半分不正解です。シエラちゃん、どういうこと？72通りの仮説を立て演算能力を駆使して全て検証した結果、最も有力な説が、彼らはエンガさんたちの地球とは別の世界の地球からやってきたという説です。別の世界の地球ってどういうこと？平行世界の概念はご存知ですか？マルチバースとかパラレルワールドとか言い方はいろいろあるんですが、要は今私たちがいる世界とそっくりだけど別の世界が存在するという概念です。実際過去にも転送時のトラブルでアークスが座標不明の世界に迷い込んだ事例も報告されています。理由は不明ですが、何らかの原因で彼らの地球のザ・シードとこちら側の地球のエスカが干渉。奇跡的に世界がリンクし PSO2 のようにオラクルにログインという形で入ってこられた。そして彼らのアバターは彼らが持つ何らかの強い思いや記憶から具現化された幻想体ですから、
本人たちはゲームで遊んでいただけで、オラクル世界とは知らずに幻想体を操っていたという説です。そういえば二人とも自分たちの服が直前までいた世界のものじゃなくて昔にいた世界のものだって言ってたね。真相はわからないけれど、きっと忘れられない思い出があの服にはあったんだろうね。ですが、奇跡は何度も起きません。元の世界に戻ったら、おそらく二度とオラクルに来られないでしょう。そんな、もう会えないの？せっかく仲良くなれたのに、またねって言ったのに。この通信は、アスナ？よかった、つながって。あのね、キリト君がね。なあ、やっぱり負けたままじゃ納得がいかない。最後にもう一回、向こうに戻る前にリベンジさせてくれ。いつもの場所で待ってるからな。秘策を思いついたんだ。今度こそ勝つ。キリト君ったら負けず嫌いなんだから。マトイ、私ももっとこの世界の料理を堪能したい。フランカズカフェに行こう。やった、また会えるんだ。いつかは終わりが来ると思います。でもその時までお二人にはオラクルを目いっぱい楽しんでほしいですね。うん、行こう。さようなら。やあ、こんにちは。あなたたちも素敵なカップルじゃない。え？
カップルって、私たちまだそんな関係じゃ、ねえ。俺に振るなよ。あらぬ誤解を招いたらどうす。キリトくん。冗談だよアスナ。ガーディアンジョークな。ってなんで真顔なんだよ。いやあんた冗談だって言えよ。